はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はいきなりコツ持ちウィークのイベントになっておりますので、波動高校強化投手でやっていきたいと思います。で、デッキの方は一応特攻キャラ2人入れてきました。まあ一応入れてきたんですけれども、いきなりコツ持ちウィークの一番いいところは、金徳の骸骨を持ってないキャラで、骸骨を手に入れることができるというところにあると思いますので、アンドロメダ嵐丸ですね、金徳は、クロスキャノンで、骸骨クロスファイヤーを持ってないんですけれども、まあ、クロファイがね、いきなり手に入るというところで、まあ、クロスファイヤーを持っているキャラを無理やり入れなくても、デッキが組めるというところになります。で、振動は、金徳超尻上がりなんですけれども、まあ、振動を入れることによってね、尻上がりのコツが、いきなり手に入ります。まあ、ただ振動自体が、尻上がりのコツをね、自身で持っているっていうところと、そもそもコツがね、逃げ玉と尻上がりしかないので、コツのね、安定率が、かなり高いキャラになるんですよ。で、まあ、俺に至っては振動はあの固有ボーナスが解放してないんで35というところでね、まあ、どうかなとは思ったんですけれども、まあ、せっかくなんで連れてきました。これでやっていきましょう。で、他のキャラは、前回マトモザー君を使った時の4キャラを入れてます。まあ、こいつらはかなり相性はいいと思うんで、今回この編成でやっていきます。で、欠点はそうですね、金徳不確定組が多すぎるというところですね。まあ、神楽坂くんはね、もうほぼ金徳確定で1回も失敗したことないんでいいとして、マインドブレーカーのね、成功率はそんなに高くないのと、まともざわくんも2回目に、投手の場合は、成功失敗の判定があると。で、暗黒嵐丸も、クロスキャノン、まあ、なんだっけ、鉄腕の時もそうなんですけれども、成功失敗の判定がありますので、まあ、3人ともね、成功するっていうのは結構厳しいかなと思います。じゃあ練習の方をしていきましょう。メンタルにコツが来てる嵐丸か。嵐丸はね、伸びが欲しいね。対強打者か。対強打者はね、コンボイベントでもらえるんで、そこで潰したかったんだけどな。まあ、それとね、同じ理由で打球反応ですよね。ルナちゃんの打球反応、打球反応はわあ、これちょっとルナちゃんの評価上げたいんだけど、3人いるんでこっちにしましょう。打球反応のコツって、まあ、3で潰そうとするとやっぱり敏捷ポイント消費するんで、うーんっていう感じがするし、かといってね、練習で2回打球反応のコツをもらうのもなんかちょっともったいな、もったいないっていう気持ちがあるんで、そこをね、まともざわくんのイベントで、打球反応のコツ2を手に入れれば、まあ、1回の練習でね、済むっていうところが、まあ、あるんで、それでやっていきたいんですけど、まもるくんはリリースを潰したいけど変化球のポイントが10しかないんで無理だな。まあ、何はともあれこいつは急速コツよリリースコツ、まあ、そりゃそうだよね。体力がちょっとなくなってきたので、コツがある。まあ、守君はね、さすがにコツの発生率高いよね。で、ルナちゃんの評価も上げないといけないんだけど、そんなにね、練習しなくていいんだよね、ルナちゃんは。まあ、かといって嵐丸か、どうしようかな。まあ、コツはやっぱりそれでも伸びはね、2回取っておきたいんで伸び、よし。まあ、ルナちゃんはね、一応評価あんまり高くなくて骨格イベントは起こるんですけど、ほったらかしにすると正月イベントがね起きないんで、そこだけはちょっと注意しないといけないですね。ちょっとルナちゃんの評価上げていきましょう。これはね、体力の上限がアップするんで、だと暗黒嵐丸もね、体力の上限アップのイベントがあるんで、結構体力上限は上がるかな体力は削られるけど、メンタル特に誰もいないんで寝ましょう。
ここはねもうリリースコツもらっちゃってるからね、体力がマックスなんだけど調子安定をもらっていこう。まあ、今回鉄腕はちょっと取らないんで、付き合っていきましょう。なんか汗でゴーグルが壊れそうになるっていうのも割と欠陥品だよね。それくらい見据えろよって思うけど、そうだよね、ルナちゃんはね1回くらい練習すればもう乗るんだよね。で、打球反応以外が欲しいな。ちょっとまともざわくんのイベントが起きてないんで、頑張りすぎか。これ何もらってこうかな。変化球はね一応3人いるっちゃ3人いるんで、で筋力は守くんがいるし、まあ、振動はねタックの率が低いんで、まあ、技術ポイントもらっていきますか。ルナちゃんとまともざわくん、うん、どっちがいいかな。こっちかな。なぜかやる気が結構減ってんな。お、怒りの憧れ。そうだよね、この編成だとコンボが2つあるんだよね。よし、一応やる気が上がった。チームプレイ丸か。まあ別にっていう感じだな。でまたコンボでもね、友沢とね、怒りのコンボはね、ほんと友沢が投手で使えるようになったんで、かなり使いやすいですね。で、対強打者っていうね、なかなかレアなものをくれるんで、まあ、ちょっと今回は嵐丸がいるから、対強打者は5になってますけど、おお、ここはすごいな。なぜか、守くん、そうだよな、守くん、結構評価が下がる選択肢を選ぶんで、気がつくと評価下がってるからね。お、これはありがたい。この体力量で飯を食えるのはありがたい。で、コツ振動か。神楽坂くんだね、これは。やっぱりね、神楽坂くんのねキレがこれだと安定しないんで、尻上がりはもう掴んじゃおう。で、リリースでしょ。対強打者クロスファイヤーはあれだよね、別にくれる人とかいないよね。だからもう取っちゃおう。取らないでいるとね、後々の経験点の邪魔になってくるんで。キレ、よし、オッケー。キレって6で取れたっけ。そう、波動高校ね、もうちょっとだけさ、この号令イベントは早めに起きてほしいよね。ちょっと遅いよね、11月の1週だから。おい友沢、でも47と9か、50いくつ上がるのか。 4% 特になんかやるのないからね。やろう。あとはルナちゃんのあれかと思ったら来たね5億円。俺が出す。そんなんででもさ告白受けてくれるなんてすごいよねこいつがプロ野球選手になれるかなんて保証全くないからね。ルナちゃんさっき消しちゃったからな。まあただ 42% なんで練習は無理なんで寝ましょうと思ったら寝れない。あー、これで回復してもらおう。ここは夕食をおごってあげましょう。でもバイキングもさ、それなりにさお金かかるよね。でこいつ高校生なんだからさ、多分お小遣いでやり取りしてるよね。それをおごってあげるって結構いいやつだよな。いいやつがついてほしい3人しか燃えてない、3人しか燃えてないけど
その3人が全員集まって誰も燃えてないな今。これは確実に放火魔になるでしょう。 OKOKOK。 6人か、なんか8人くらいはつけてほしいよな。うん、体力上限が上がってくね。お、これはここでいくか。あれ、こっちもいるのか。いやでもここは監督評価全然低いからな。あとは急速骨だよな。これは回復をしたいんだけど、回復をしたいんだけど回復しよう。怒りの評価また下がってしまった。これは謎だよねこれクロスファイヤー悲しすぎる。まあしょうがない。嵐丸か神楽坂くんか。キレは取れるんで取っておくでしょう。まともざわくんまだ乗ってないのか。いや、嵐丸ね、失敗されるとねちょっと厳しいんだよね。まあ、友沢はわりかし高い方なんで、まあ、いいとして、やっぱりねマインドブレーカーのね成功率が、まあ、球速上げれば低くはないんだけど高くもないっていう感じだから。で12月の2週か、メンタルに誰もいないな、このパーセンテージ。1回デートをして若干体力を回復させて12月の3週練習してクリスマスを迎えよう。それか前イベの神楽坂くんの回復イベントとかが起こってくれれば安心して練習ができる。そういやクロスファイヤーさあれだね、失敗する可能性があるから置いといてよかったね。うん、神楽坂くんはさすがだよね。これは無理だよ。38はかといって寝れないからな、もったいないけどメンタルをやるか。ルナちゃんはね2回目のデートで体力が回復するんで、まあ、それに使うのももったいないよね。だからやっぱりね金得不確定で成功率がね低いキャラっていうのはまあ1人だよね。1人入れてあとは確定で合わせないとちょっと精神衛生上あんまりよろしくないという。振動のコツだったらこれはもうダブルタックでしょう。技術はね友沢で稼げるんで、まあ本当だったらね振動をね別のキャラにすればもっと経験点的には良かったと思うんですけど、まあやっぱりイベント中なんでね、せっかくなんでやっぱり入れて動画をやっていきたいっていうのがあったんで。2人いるね。あとはどれだけオーバーヒートが起こせるかなんで、波動方向は。マモル君のコツの回収率があんまりよろしくないな。神楽坂君とかは結構来てるけどな、まあ、監督もいるしこれはこっちにしておきますか。普通にね奪三振とかはね欲しいよね。玉持ちも、まあ、結構軽減量が多いんでいいんですけど、ただ玉持ちってさその効果があんまり実感できないんだよね。マモル君か 30% はでも無理だからな。ここはデートして回復しよう。その前に緩急は1、玉持ちでしょ。玉持ちがよく打者にとって打ちにくい、もう説明がよく分かんないんだよね。あの投げた時のねなんか着弾点に関係するみたいなんだけど、ただその着弾点が
どうのこうのっていうのはあんまりねよくわかんないんだよね俺。ディレイドアーム持ってるやつと対戦したとしても結局わからないっていう、うわディレイドアーム持ってるからなんかめちゃ打ちにづらいっていうような印象もないんだよね。ここでねズキとかなると終わっちゃうんだけど、で投手に関しては2回目をね通過すれば3回目はど根性確定なんでいいんですけれども、野手に関してはね3回目もね成功失敗の判定があるんで、ここはどうしようかな。まあ、神楽坂くん、100もらえるからね、100、3人いるから、これはまあここでしょう。スタミナも4上がったし、でスバルとの勝負は進めていきたいんで、ちょっと変化球を上げていきますか。まあ、ここで体力が下がってくれるのはいいかな。バレンタインを迎えてるんで、普通に行きますか。スライダーとカーブと、フォーク、特に何にもない、何にもなければ号令をかけていこう。1周目だけど、おおマジで何にもない何にもないとこから何にもなくなったんだけど、デート進めるか、間違えたそうアイテムはね一応あれを持ってきてる、なんか病気が治るやつ。まあ、選手兼彼女キャラだけで行くときってお守りをね持ってかなくていいっていうところが一番の利点だと思うんだよね。だから天才の入部届を使うときは天才の入部届プラス招き猫っていうね、そういう持ち込み方ができるんで、でタイピンもそうだよね、掴んでおきたいよねやっぱり。ルナちゃんと守るくんのイベントでタイピンは2になるんで、そうすればタイピン骨を1回掴むだけで5になるっていう。いやすごいわやっぱり。カッチュンはねどうしてももう最初の方に掴んじゃうんで、それはしょうがないよね。一応まあコツがあるといえばコツがある、マトモザー君か。ポーカーフェイスはねもうしょうがない、これはマジでしょうがない。教えなーいと。まああとは振動から逃げ玉のコツもちょっともらっておきたいですね。まあスバルに勝てるっていうのが前提条件にはなるけど、ミート C のパワー B か、本当にさあ忘れてた、これあれだ、一打席勝負じゃねえんだ釣り玉を投げてしまったけど、 OK。 投手で野手能力が高い選手でマジどうやって練習してるんだよっていう。タックコントロール、うーんワンタックの単独だとめちゃくちゃ低いよな俺の進藤くん。これはもう変化球だよね、普通にダブルタックだし。だから進藤のタックはもうあんまり意識しなくていいね、悲しいけど。で笑いに変えよう。で特にね打球反応を持ってるキャラがいなければ一番上にして、打たれ強さを取って神楽坂くんの打たれ強さをちょっと潰すっていう方向もありだけど、今回はねやっぱりちょっと打球反応がねどうしても敏捷ポイントを使わなきゃいけないっていうのがあるんで、ルナちゃんのコツか、70、80くらい入るか。まあ、ただ練習すれば同じくらいのポイントまではいかないけど、コツにしておこう。球速コツがマジできてないのきつい。まあ、怒りのねイベントも進んでないんだけど、
まだ進まないね。急速にしておこう。急速がマジで開けられん。これもどっちがいいんだ。精神はなんか足りてそうな気がするからな。精神がね、足りなさそうな時は精神を稼いでいくんですけど、で変化球、友澤くんいいね。波動高校はね、もともと練習での経験点が低いはずなんで、これどっちだ、監督の評価が足りてないかな、わかんないあんまりチェックしてない。体力が少ない段階でね、効果マンになるとね、練習できないからね、いいのがあっても。どう友澤くんメンタルでいくか。そうだね、これは回復しておこう。ちょっと技術ポイントが有り余ってきたかな。少し振りますか。うわ、筋力もちょっと有り余ってきてるから、伸びを取って少し消耗する。脅威の切れ味あれか、9か。あとは特にコツは取ってないのか。守君のコツがあるから、これはこのままいきますか。他にいい練習はないよね。タイピン、いやタイピンはもう無理だな。1じゃさすがに潰せない。急速タイピンどうする。次守君のコツが来た時にはタイピン潰しちゃおう。これはねえ、まあお薬持ってきてる。おひざけんなよ、このスーパーコンボが来たよマジでやる気下げるスーパーコンボ発動したよ。守君来てるね。いやこれちょっと急速骨は本当に欲しいんで、タイピン潰しちゃおう。だったらやっぱりルナちゃん精神取っておいてもよかったかな。そこら辺ちょっと失敗したな。これ笑いに変えたりするとやる気とか上がったっけ、わかんねえやなだめるは上がんないか。やる気がひどくないこれ、ゼロゼロってやる気効果アップなんだけどさゼロゼロってひどくないか練習して経験点が入んないとかさ、もうありえんだろう。監督マジどんな練習を指示してんだよマジで。一応なんか最低保証みたいなのがあって、これあれかね、練習経験点はゼロになるけどオーバーヒートの経験点が手に入るから練習はゼロだよみたいなこんなん初めて見たわお出かけしよう、遊ぼうちょっとこれきつい、そういらんこんなもん。いやひどすぎでしょう、経験点ゼロとか。これはマットモザワ君だね。練習コツか。ポーカーフェイスはね2必要だからね。でこれはもうわからないにしよう。タイピンは取っちゃったんで、でタック、タックはわりかし来てるけどオーバーヒート系があんまりっていうところだね。角田坂くん、こっちはルナちゃんか。奪三振やっぱり欲しいよねと。コツ打たれ強さ。勝負、若干コツの回収がうまくいってないね。振動からね、やっぱり逃げ球も欲しいからね。この変化量でやっていけるか、やっていけないな。おーいしかも結構ずれるし。いやー二塁打を打たれたのが痛かったね。さらばだスバル。
やる気は上がるんだ。ここは一人。寝よう。これさ、あれだよね、下がるときあるからね、ひどいよね。何もしてないのにさ、なんかお前やる気がねえみたいなこと言い出してさ、監督評価が下がるっていう。ここはもうお任せしよう。変化球、フォーク、カーブ、スライダーと筋力ポイントが有り余ってる。で、精神ポイントやっぱ足んなかったか。意外に使うんだな。お、投げ切った。あれ、俺そもそもどうだったっけ、先発だったっけ。お、33人に対して投げてるから先発だね。で、コツ、ルナちゃんか。まあまだ5月の2週だし、とりあえずこのまま練習しよう。根性骨が欲しいんだよね、根性骨が。ここは号令をかけよう。で号令かけても何にもなんないかんな。何にもなんなかったからデートしよう。号令かけておいてこいつは練習に参加しないとか。しかも空デートかよ。誰、原島るかよ。ここはまあこれだよね。でもまあ神楽坂くんとルナちゃんで100超えるっていうのはすげえよな。いや、マジでルナちゃんのレベル上げたいな。俺今回まあ PSR のね、普通の PSR の人をお借りしてるんですけど、まあ、自分のねルナちゃんは37なんで、やっぱね45にしたいよね。まあルナちゃんほんと強いわ。もうサナちゃんとか完全に息をしてないけど。神楽坂くん、でもこっちにコツがある。根性コツは欲しい。根性入れろ。練習ばっかだな。マジで今回コツが来ないな。てか球速コツも一回も来てないんだけど。ちょっとこれまずいぞ。筋力が本当にまずいな。ちょっと上げるか。まあしょうがないよね。135くらい。で、怒りのイベントもな。進みが遅いのは助かるけど、怒り来たね。頼む、休息コツをください。ありがとう。とりあえず3。よし、かなり掴んだから。ど、根性が欲しいんだよ。精神が足りん。友沢お前マジ何なんだ。友沢2回先般を犯してんな。これどうする。計算しないと分かんねえわ。120、130、140くらい。120、あ、こっちでいっか。変化球だしね。よし、これでいこう。後指が進んでないな。ちょっとコンボ2つ入ってるっていうところがよろしくなかったか。7月の1週か。まあ寝るほかないよね。球速はじゃあ144までもう3で上げちゃおう。しょうがない。で、一応球速も何、その A とか B とか C とかっていうランクがあるんで、144からいくつあたりまでがそのランクがいくつの C かなんかよくわかんないけど、なんかそういうのがあるんですよ。で、それで多分ね、成功判定率の可能性が変わってくるみたいなんですよ。検証していただいた方々の結果によると。やっぱね、振動がよろしくなかったかね。
ちょっとね無理やり入れてきちゃったからね。お待たせいたしました。まあ、進路を入れて、まあ、いきなりコツ持っててよかったっていう感じにはならないからね。あとねやっぱりまともざわくんのこの野手として活躍してくれるっていうのがでかい。ちょっとずれた。正面に飛んでるな。森下くんとかなんか普通に強えんだけど、なんならこいつ。おー、パワー B か。あれ波動高校って基本能力高いんだっけ。みんななんか水鳥霞んで見えるよね、こうやって見ると。やる気全くないし、キーセブンなんだ。金原がねやっぱりもうちょっとだけパワー欲しいよね。パワー D。まあ、友澤がいて助かるといったところか。で、神楽坂くんだけど、だけどよ、ちょっとルナちゃんのデートもさっきからが来ちゃったからな。怖いんだよね。終わらせておくか。今2周でしょ。で振動も終わってないからちょっと重かったか。コンボがあったから重かったのかな。コンボね、こうね、前イベ後イベがあるんですけど、ここは特にあれなんで普通にデートを終わらせましょう。守るくんがねやっぱりイベントが重いですよね。あとマトモザワくんか。マトモザワくんも一つ増えてるんで、若干のイベントの重さがここに来てあれになってるかな。で振動が終わって、あと最後に発生するかどうかだな。まあ、そもそもここを勝ち抜かなきゃ話にならないんだけど、だから急速がすげえ、筋力ポイントが余ってんのよ。変化球、変化球は、あ、全然92か、足りてないね。あと変幻自在でも変化球使わないといけないからな。まあ444にして、あとは金徳を取っていく。脅威の切れ味が取ってない。先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で金原、第2球投げた、インコース低め、スバルのねカウンタータイピング三角っていうのもね、投げた、味方だとマジクソだからね。センター方向掴みました。炎上しすぎだろっていう。確認して三塁へ向かう。バッターは4番友澤。はい、さよなら。宇宙間一投、追加点のチャンスを迎えました。村井君も強いからね。ワンアウトランナー二塁という場面で村井、あ、これは走ってくれたな。ボールカウントが進んでる。投げた、打ちました、ヒット、村井ヒットを放ちました。波動村井の次は室井か。名前が似てるからさ。投げた、打った、相手飛んだ、ヒットになります。部活の活動内では大変だよ。おい村井みたいな、え、どっちみたいな。打ちました、初球打ち取りました。これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。投げた、初球打ってきた、行かないか。波動さらに1点追加、4対0。初球落ちました、取ってアウト、スリーアウト。うん、早い、1点見られたけど、まあしょうがないよね、それは。
さてさてさて、コントロール2人か。まあこれはやっておこう。他一応見よう。怒り、おお取れたね。やっぱ144だね。144。このコントロールな、無理やりやる必要もないと思うんだけどな。他にいい練習が来る可能性があるんで、一回もう寝ちゃおう。ここは一回寝て、あと2回確実に練習しよう。嵐丸くんがね、あんまり来てなかったね。今回嵐丸が働いてないね。失敗してるし。で、そうすると敏捷ポイントやばいな。これやばいね。うまくやる気効果アップとかが重なってくれて、敏捷ポイント8手に入らないと脅威の切れ味の敏捷が稼げない。さあ先制のチャンスを迎えました。これも走ってくれたか。インコース引っ張った、スタンドに入りました。ファール、投げました。これね、走ってくれたをね、見逃してね。打ちました。ショート右の当たりアウト。2ストライクになったところでバッターアウトとか言われるからね。えっとか。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で村井、第2球投げました。打ちました。これはよしよしよし、ちょっとボール球だったっぽいけど。波動、なおもチャンスが続いています。さあ次の投球、なんとか上位打線につなぐ。いいバッティングだ。波動、さらに点追加、室井タイムリー。波動、なおもチャンスが続きます。スプリットは手出したくないよね。打ちました。いい当たり、ヒット。 OK、 超えた超えた。点は取れるときに取っておく。なおもチャンスが続いています。打ったこれはいい当たりだ。やべえ、さすがだ。何失点した。多分最後はもう変わってたよね。進藤くんが出てたし、自責点2か。よしよしよし、これでこれでいい練習が来てくれれば嬉しい。守くん、どうする。これ守くんからコツは取っておきたい。練習は変えたくない。コツくれ。よし、とりあえず5になった。あとは球速を上げまくる。黒金早く強化してくれ。黒金強化マジでやりたい。それ150にして、151にしとく。でこれよ、これこれやばいな、マジでやばい。変幻自体取ろう。ポーカーフェイスとか取ったらマジで死ぬからな。ど根性も厳しいね。コツの回収は微妙だな。マインドブレーカー、そうだ、敏捷掴んだ、忘れてた。すっかり忘れてた。これマインドブレーカー取れねえわ。成功したけど。お待たせ。一球。友澤くんのコツもな、あんまり踏めてないからね。まあ2回踏んでポーカーフェイスを取ったっていうのはあるけど、やっぱりポーカーフェイス邪魔になったね。5球投げました。シンカー見送ってフォアボール。バッターは7番富山。ボールいい。第9投げました。ボールいいかどうか知らないけど、打撃面に関してはボールいい。打ちました。掴みました。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。こいつ調子悪くね。なんて出てんの。初球打った、ヒット。ボールが点々と転がっている。大高一気にホームイン。バッターはピッチャー室井。第9投げた。それは力配分発動するよね。1球外します。第2球投げた。もう2球目も外していきます。第3球ここで外してくる意味がよくわかんないんだけど、なんで高めに投げたんだ。2球。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で水鳥、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた。打ったい当たりだ。ヒットになります。波動、さらに点追加。4対0。さてここからは上位打線なんで、どん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 点を取っていこう。第2球投げました。ボール高め、これは完全なボール球。カウントはワンボールワンストライクです。ああ、これ入るね。狙い目だったけどな。
第4球を投げました。危ない球。第5球投げました。打った。さあ犠牲飛んだ。来てくれた。金原ライトへの犠牲フライ。波動。あれこいつ短期だったっけ。短期かって言われれば短期っぽいけどね。波動追加点のチャンスです。まだ投げてんのこいつ。一塁二塁という場面で村井。今日はフォアボールとライトフライ。取りました。三塁はこれで2アウト。ランナーは一塁二塁変わりません。投げました。もうスタミナ A って結構あるよな。7失点してまだ投げてるからね。気迫を見せました。よし OK。 最後はどうする。なんかさ、わあ貧瘍のところにさすげえ人がいっぱいいて、なんか貧瘍ポイントすげえ稼げるみたいな。これは変えよう。もう最後の最後にかけるしかない。号令してこの貧瘍がめちゃ燃えてるみたいな。全然燃えてねえし。これ守備やったところで脅威の切れ味取れないし、マインドブレーカーなんて絶対取れないからこれいいや。逃げ玉とかもスバルの勝負失敗してるからね。コツの回収と経験点の配分をだいぶミスったな。でじゃあそうするとよ、せめてど根性は取ろう。逃げ玉もせっかくだから取るでしょ。でフォークはあれだね、エピローグ経験点とかをもらわないと取れないから、とりあえずスタミナはいいや今回。あ、超尻上がり持ってんのか。超尻上がりを持っててスタミナないとか、それはちょっとやだな。やだな。 C まで持っていける。持っていけるね。155。まあ、スタミナ C で先発にしてど根性で乗り切ってもらうか。復活とかがあればね、多少切ってもいいんだけど。第9球危ない球。第2球投げた。おお、これはファースト真正面。小沢そのままベースに入ってこじ任せるしかない。投げた。アウトローボール。第2球投げた。外れた。ボール。カウンター2ボールノーストライク。投球は3球目。投げた。これは入れてくるね。そうだよね。次が4球目。投げた。よし。シュート。いった。入った。波動。やべか。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で。やべ。第2球。投げました。内角低め。ボール。カウンター2ボール。第3球を投げました。これは入れてくる。オッケー。センター前クリーン。波動一定。めちゃ打ってんなみんな。これ開いてこう金原は。最初のバッターボックスはファースト。初球から打ってったライト前クリーンヒット。そして友澤で決める。ホームランを放っている。引きずり下ろす。虹谷を。虹谷も早く使いたい。第2球ランナー走った。おお。さすがだね。二塁はセーフ。投げました。インロー際どい。おお、すっげえ際どいところ投げてきたな。しかしもう。3ボールノーストライク。ボールが続いている。第5球投げました。よく見た。フォアボールか。バッターは5番。打ってもよかったかもしれないけど大橋くんもすげえな。インコース高め外れてボール。絶好調だからな。投球これから2球目。アウトコース低めいっぱい。これはバッティングに期待ができる。第3球を投げた。見送ってこのシュートはちょっとバッター追い込まれました。際どいね。投球これから4球目。高めボール。カウント2ボール2ストライクです。投球これから5球目。おお、際どい。マジで際どいとこ攻めてくる。次は6球目。あれこれさボールっぽかったよね今。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で漆原。今日はセカンドゴロとピッチャーゴロ。投げた。ボール。カウンター2ボール。あ、こいつ一発病なんて言ってんだ。第4球を投げた。直球決まって。いや155キロはさすがに速いな。第5球投げた。打ちました。手が出てしまう。さあ6球目。
見送ってボール、フルカウント。次は7球目打った、よーし、いった、入った、入った、いやいやいや、2アウトランナー2塁という場面、室井投げた、ストレートはもうカウント2ボール2ストライクです。いい気がしてきた。第5球投げました、セーフティーバントだ、アウト、スリーアウト。あいつ何してんだってならないかな、スカウトさん評価とか下がんないのかな、あんなことしてまあただピッチングはねすごいからね、インタビューとかであそこのセーフティーバントは監督からの指示だったんでしょうかみたいな試合を早く終わらせたかったんです完全に舐め腐ってるよな。3位になってしまった、さっきのセーフティーバントが効いたかな。まあ先発でいきましょう。まあルナちゃんがね変化球ポイントくれるんで、知り上がりはもうしょうがないよね、進藤が持ってるから。だからやっぱり知り上がりにはあれだよ、進藤はいらなかったんだよ今回。もう全てを進藤のせいにするけど、上げられるだけ上げていくか。まずやっぱ変化球は欲しい、フォークを4にするで変化球を使う、脅威の切れ味とか取れない、悲しすぎる。あ、奪三振も結局来てないのか、やっぱコツだな、コツがよろしくなかったね。ツイッターやってる方は分かると思うんですけど、実はこの1個前に撮ってたんですよ、収録をしてて、で爆弾が爆発してもうやる気なくなりましたっていうツイッターを上げたんですけど、その時はねコツの回収がすげえ良かったんですね。あれ12月の4週くらいで爆発したんですけど、球速コツとかもね5になってたんで、まあ、本当はねあのままね続けていければ結構いい選手ができたかなと思ったんですけど、爆発したっていう悲しい事態になったんで、ツーシーム取ろうじゃん。であとは上げて、上げて、技術だけ余ってんな、精神ポイントが足りてないから技術余りになっちゃってるけど、もういいわ、あんまり細かくは気にしない、というところで、やっぱりねいきなり骨持ちウィークは骸骨持ってないキャラを入れるっていうのが、一番いいと思います。まあ、進藤に関してはあんまり合わないかな、そのいきなり骨持ちウィークとしてはと思いますね。なので進藤をねもうちょっと別のキャラでやればもう少し伸びたかなっていうところはあると思うんですけれども、まあ進藤くんのせいにしてもかわいそうなんで、今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。